森友恵のスキルアップ、 VS 南條佳乃ドーン。あ、あー言った。ゲストとミニゲームで対決をするコーナーで、ごめんね、ダメな子で、うん、とんでもない、判定はドワンゴのシドビシャスこと、俺に触れたらやけどすんぞ、シドビシャスこと、シドビシャスのイメージ、あ、違う違ったんや、ドンドボドンドボドンドボドン、これ何ベース、うん、違った。まあそんなどんどごぼん、そんなどんどごぼんシドビシャス率いるアニドリュー違った違ったそんなアニドリューさん率いるスニーアニーホースが札を上げて行います。今回の罰ゲームはこちら、水鉄砲で撃たれるです。けーね、皆さん、いつも、あ、これだ、でかくんですか、このね、ドラゴンフライはねすごいんです、威力が。嘘、うん、もうね、ジョイさんの時もすごかったです、まあ、遠藤さんの時ももう最もうすごかったですけども本当にね、気をつけてください。嫌です。ダメ、うん、頑張ります。ダメダメかさあ今回はそれにプラスして、南條ちゃんにはチャレンジに勝つごとに告知タイム10秒がプレゼントされます。シャホー。ということは負け続けたら告知ができないってことだよ。そうですね、でもさっきいっぱい喋ったし、まあそうなんだけどここでね、一応ね、そうですよね、告知タイムもゲットするぞ。まだ他にもきっといろいろあると思ったら言わせないぞ。あるかな言わせないぞ。かわいいかわいい、言わせない、ちょっと可愛いって言うといっぱいやっちゃうからやめてるもん言わせない、可愛いさあ行くよ、はい、スキルアップビジュアルチャレンジ、記憶だけで描いてみた VS 南條ちゃん、はい、今から出されるお題の絵を3秒あ、さ、30秒以内に描いてください、はい、うまかった方の勝ちです。なるほど。いや、お題言ってなかった。お題はルパン三世です。え、ルパンか、ルパン三世、大丈夫かな、ちょっと、じゃあ30秒だよ、はい、いきますよ、はい、チャレンジスタート。どんな顔だっけ、モンキーパンチさん、確かにパンチさんの顔ではない違う違う、モンキーパンチさんの描く、ルパン的なねちょっと待って、これ全然違う気持ち悪い、そうなっちゃったよ。ちょっと待って、10秒、じゃあ南條ちゃん、ちょっと藤子の真似してみてよ、ルパンちょっとセクシーだった、今やだ、やだ、すごいセクシーだったな、ちょっと私、最低、どうしよう、最低だなこれ、私今までこういうコーナーいっぱいあったけど今までで一番ひどい気になる、じゃあ私から言ってみましょうかね。そうですね、じゃあ私の描いたルパン三世です。どうどう、あ、なんかぽい、なんかね、結構ちょっとぽいぽいね、ペンギンはね、これ何、これルパンこっから出てる、これてててててかルパンってこうルパンそうやるかなと思って、なるほどね、あ、またごめんなさい、私もうこらこらじゃあ続いて南條ちゃんのルパンねえ、私一応私特技の欄にイラストって書いてる誰それ、鈴木さん田中さん鈴木さん山田さんかな山田さん、山田だよ、ちょっとすげえ難しかったさあじゃあこれで判定お願いしましょうかね。そうですね。じゃあ大見のルパンが良かったと思う、あ、うまかったと思う方手を挙げてください。お、1,2,3,4 最低。じゃあ南條ちゃんのルパンがルパンっぽかったと思う方一人でございます、申し訳ございません、消してやる、うわ本当にやるんだ、ごめんね南條ちゃん、やだよ、でもね、みんなゲストさんはみんなこれ上げてるから、顔はやめてさあそこに立ちな、あ、立つな、そこに立ちな、やだ、どうぐらいは、これ名前はドラゴンフライなんです
いきますよ。なんじゃちゃん、もうちょっとね、この辺か、前前もうちょっとこの辺かな。いくぞー、おりゃー。ひどひどかわ、やめてって言ったじゃん。ごめん、なんじゃちゃん。ごめん、寒いよお母さん。ごめん、あまりに私の顔に似ていて顔を狙ってしまったわ。ごめんね。ティッシュティッシュ。マネージャーさんがいない。マネージャーさんがいない。いないよ。マネージャーのいないとこで行われたから。ごめんね、南條ちゃん。面白いな。でもね、いい、南條ちゃんはね、可愛 い, いんだ。うん、なんだよ。可愛 い, いんだ。ありがとう。じゃあ続いて。頑張るわ。わし頑張るわ。頑張る。うん。ティッシュ。あと本当にティッシュ、ありがとうございます。なんかね、今顔押さえてなかったらやばかったって思った。手にブチャッ。あー、なんじゃちゃん、ね、化粧取れちゃう。顔がいい、エイになっちゃうから。こーら、エイの腹じゃないって。エイの腹かけるよ。エイの腹じゃないって。エイの腹、勝負には関係ないけど。エイの腹、なんで今勝負に関係ないけどエイの腹かくの。本当に。でもね、エイの腹はね、丸描いて丸描いてちょんちょろげってできちゃうんだよ。ほら、エイの腹。あー、うまい。エイの腹かわいいね、これ。似てない。似てる似てる。エイの腹似てる。すごい、うまいね。もう嬉しくないよ、これで。よし、まずは勝ったぜ。そうだね。じゃあ続いて、あ、こっちまた置いちゃった。いきますよ。はい、スキルアップビジュアルチャレンジ。超定番モノマネチャレンジ。あれ、書くんじゃないんだ。今回はね、はい、いろいろあるんですよ、パターンが。書いたり、はい、やったり、いろいろ。なるほどね。あるんです。じゃあ、モノマネですって。苦手ですね。モノマネのお題は、バイキンマン。バイキンマン？難しいよね。難しいね。バイキンマンか。じゃあ、スリアニゴスの多数決で似ていた方の勝ちということで、じゃあ順番決めよう。そうしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、いこと。バー。あ、負けた。うん、どっちがいい？どっちがいいかな。先攻後攻。じゃあ後攻で。後攻で。うん。参考にする。おみちゃんの。じゃあ、やって、でも男性の方がやってるからな。そうだね。じゃあ行きますよ。うん。大見のバイキンマンです。バイキンマンだよ。ハヒフヘホー。待って、私参考にする。ダメだ。わかんなくなっちゃった。思い出そうとすると思い出すのが出てきちゃう。あれ、どんなキャラだっけ。バイキンマンだよ。助けてみたいになってるけど。アンパンマンやめろ。待って、本当にわかん。失敗したな、これは。先行が良かったんじゃないかな。さあ、準備は OK？ 水飲むね。準備はいいですよ、いつでも。私なんかバイキンマンじゃなくてトモエンジェルだった気がするな。難しいな、意外と。バイキンマンって何受けね。いろいろセリフあるよね。そうだよね。じゃあいきますよ。はい。南條ちゃんのバイキンマンです。どうぞ。はあ、ひふれほー。やめろよ、アンパンマン。ダメだ、これは。思い出せないもん。思い出せなくなっちゃった。思い出せないね。あらまあ。どう、これはどうですかね。もっと方が抜けたらいいのかな。ねえ、難しいよね。はふ、そう、抜け方が難しいんだよ。抜けはぁ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 エペメー。抜け方がダメなのよ、声が。ダメだ、じゃあ判定を。ダメだな、これは。じゃあ、まず最初に、オウミが似てると思った方、挙手お願いします。あれ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 、まさかの。あれおかしいな。どっちもどっちって感じだけど。ちょっと待ってください、まだわかんないですよ。そうですよね。じゃあ、南條ちゃんが良かったと思う方、挙手お願いします。あー、よー、1、2、3、4。なんでおかしいな。ありがとうございます。ダメだった。よし、私おかしいな。これどうやって打ったらいいですか。トムエンジェルだったからダメなのかな。おかしいな。もうね、やられすぎて。さあ、来い、来い。3秒ぐらい。マジか。
でしょ。だからカマに飛んできちゃったんだね。そうなの。私ね、いろいろね、あ、ごめんね、うん、狙ってたんですけど、ちょっとごめんね、動揺してます。ごめんね、上飛んでちゃったよ。じゃあ続いていってみようか。スキルアップビジュアルチャレンジ、はい、タッチ相撲。向かい合わせに立って手のひらのみで相手を攻撃します。しかし触っていいのも相手の手のひらのみ。一歩でも動いてしまった方の負け。なるほど。じゃあお願いします。いきますよ、はい、残った、残った。やるわね。じゃあ顔お願いします。顔はダメだぞ。顔したい。ちょっと待って、本当に顔、本当にさ、本当にさ、今日大丈夫かな。本当に顔やんの。すごい申し訳ない。本当に申し訳なさそうな顔。すごいよ、濡れてるよ。え、うわちょっと待って、同じとこばかり。まだ、うん、まだいいんじゃない。まだ。ちょっとびっちょりびっちょり。ちょっと待って、打つ方もなんか怖いね。ちょっと待って、ティッシュティッシュ。あ、どうぞティッシュ。すいませんね。すいません、どうも。いやちょっと待って、夏にはうってつけですね。そうですね、涼しいですね。うん。いやもうなんで。意外と私いけると思うのっていつもダメだな。やった。今20秒か。20秒ですよ。よっしゃ、10秒10秒獲得したので。うわ、じゃあ続いていくぞ。はい、スキルアップビジュアルチャレンジ、ドンケッツ相撲。何？背中合わせに立ってヒップアタックのみで相手を攻撃。一歩でも動いてしまった方の負け。またこれ、なんか結構あれですね、体育系ですね。ね。じゃちょっとレディーゴー言ってください。レディーゴー。ちょっと待って、ちょっと待って、今のはどっち、今のはどっち、今のどっち、今のどっち、今の私プリッキー。どっちどっち、今のどっちですか。引き分けだよな、今おみちゃんも動いてる。じゃあ動いちゃった。難しいね。難しいね。ちょっと待って、相手のさ距離を測るのがね難しいですよ。いきますよ。はい、お願いします。じゃあいきます。はい、レディーゴー。やべえ、動いてない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 、全然動いてない、動いてない、動いてない、なにこのゲーム。なに、なんでこんな私が負けるのばっかり。やった。ちょっと待って、君打ちすぎだよ。私だって打ちたくないよ。可愛いやつやな。打ちたくないやつ。あ、恐怖症が、遠藤恐怖症が。ごめん。これで電車乗るの？これでね、なじゃちゃん今日ね、これでね電車帰るんだ。一緒に帰る。これね、渋谷も四ツ谷も行かないけどね。うん、これで帰るんだよ。あった、これすごいわ。おかしいなぁ。あ、勝った勝った。帰り水がすごいわ。威力強いよね、うん、結構すごいね、ドラゴンフライだからね。さすがやるね。そうなんです、この夏は動画撮らなくなっちゃった。ドラゴンフライで。そうです。うドラゴンフライといえば奥井まさみさんのドラゴンフライもよろしくお願いします。
すごい威力だわこれ。すごい。いやそうだね。南條ちゃん、うん、乾いたねすっかり。ちょっとねもうペタってくっつかなくなってきた。あーやられた。いやいやいや。というわけで結果発表です。濡れております。濡れちゃいました、濡れてる南條さんは獲得した告知タイム30秒です。はい、ありがとうございます。いやーダメだった。じゃあ、はい、あちらに向かって告知タイムをいきますよ。はい、せーのドン。アニメカナン早いところでは明日7月4日から放送となります。私は大沢マリア役として、出演していますのでぜひ見てください。10秒経過。絵も綺麗で動きもアクションも派手 で音楽も音もとても素晴らしくてストーリーももちろん面白いのでぜひぜひ、録画して、何度も何度も見てください。詳しい放送局などは、公式サイトでチェックしてください、よろしくお願いします。ゼロ素晴らしい。ありがとうございます。なんかね、うん、頭が真っ白。でしょ、うん、これね結構ね、うん、あのねこうね細胞がね活性化されるんだよね。なるほどね。なんかね今測ったら脳がすごい真っ赤っかになってそう、うん、バーンバーンってねなってるよ。なってるよ、うん、南條ちゃんの心はバーンなっております。間違いない。もう悔しい、負けてばっかりだ。もう3回も勝っちゃった。ちくしょう。まあそんなわけで、はい、南條ちゃんまた後半もお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここで一曲お聴きください。南條ちゃん曲紹介お願いします。はい、アニメカナンのオープニングテーマです。フェイランさんでマインドアズジャッジメント。エモちゃんありがとう。気をつけてね。え、あ、そうそう、なんかね、告知のね紙にね、今すぐアニメロチェックしなさいっていうね、あの春日の真似をしてる感じでっていうのがあったんですけど、一生懸命頑張ってましたね。エモちゃんね、え、見本見た？難しいな。あやちゃんですよね、アニメロミックスのねラジアニをやられてる。難しいな。でもね春日さんってね難しいんですよね。春日さんじゃなくてあやちゃん。あやちゃん大丈夫、怒られないですかね。なるほど、じゃあトーク番組にゲストで行ったけれども、うんうん、緊張してちょっとドキドキしているあやちゃん。皆さんこんにちは、平野あやです。すげえ。他無理無理。他無理です。これでいっぱいいっぱいです。すげえ似てる。あやちゃんファンの皆さんすみませんでした。申しませんから。ねえ、南條ちゃん ねえ今すごいな。何もなかったね。何にもなかった。さあこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。スキルアップへのチャレンジ、大見智への応援質問などの不相談などなど思いついたらどんどんメールください。宛先は画面に表示されているメールアドレス、す@nikoanich.jp、 す@nikoanich.jp です。はい、お便り待ってます。さて大見からのお知らせはですね、8月の5日に大見智也ファーストソロアルバムが発売になります。そしてありがとうございます。その題名がハッピーデイズになりました。うん、こちらね、リスナーさんからも、企画をね立てていただいていろいろね送っていただいたんですけども、ハッピーデイズになりました。まあこのね題名に決まったっていうお話も後々していけたらなと思いますので、そちらも、お楽しみにです。そして今月はですね、7月22日に A-POP ジェネレーションに出演させていただきます。こちら詳細はバキュン。かわいい。さあこんな感じでホーリーがあそこに乗せてくれているはずです。おなので皆さんお楽しみにね。そんなわけで南條ちゃん、はい、今日はね、うん、たっぷりとお付き合いしていただきましたが、ありがとうございました。どうでしたか。面白かったです。
なんかね、うん、改めて本当に、うん、似てるなと思った。妹にも言われちゃうぐらいだからね本当のどうしよう、お墨付き、お墨付き。そう、南條ちゃんにこう似てるってね、うん、よく言われるんです。なんかね、うんうん、私も南條ちゃん可愛いから、なんかね、私みたいなね、井ノ原みたいなね、それ私似てるなんて申し訳ないなと思っててね、私が妹だと思ってるんですってブログに書いて、うんうんうん、でそのリンクに貼っといたら妹がこう、うん、そうなんだと思って見たら似てる私より似てる言っててマジで、実の妹が言うんだから、もう間違いないかもしれない、みたいな、うん、やったねやったね、やったねでも私もブログに書いたら、うん、コメントで、うん、うちのブログ非公開なんだけど、うんうんうん、コメントで似てますねっていっぱい書いてあったやっぱ似てるんだね、きっと似てるんだね、きっと今みんなね動画だから書いてくれてるかもしれない。そうか、似てる似てるって、似てない似てる似てない、似てる似てる似てる、賛否両論です人それぞれいやー、でも楽しかったなー、ね、私はもうだんだん乾いてきましたよ私びしょ濡れ帰れるか心配さあ、南條ちゃん、はいはい、告知まだ言えなかったこととかある？さっきあの30秒の中に収まらなかったこととか、ね、いやでも今はもう本当にかなん推しなので、うん、あら、なるほどね、今月からだもんね、明日からですね、早いところだと、うんうん、かなんアニメぜひ見てほしいです、うん、あと、ゲームとかもかなんじゃないんですけど、うん、あるので、それとかはあのブログで告知していきますので、ブログも、はい、あの南條よしのブログとかで、今日もいい天気だよ、 ありがとうございます、書いてくれたら、この辺見ていただければ、なんかいろんなこと書いてあるので、ぜひ、うん、ブログでチェックしてください、癒されてください、にゃーんにゃーんさあ、そんなわけで今回のお見とまえのツアーはここまで。最後にトモエンジェルからみんなにメッセージがあるよ。おいてめえこの野郎、全然似てねえじゃねえかよ、めえ。おい、俺はな、まあ海も好きだけどな、俺は吉野推しだぜ、今日から吉野応援しちゃうぞ、よろしく吉野ちゃん、よろしくどうもトモエンジェルです、よろしくで元気バッチョ、かわいいだ、かわいいだもっといていい、いていいすげえ、ダメだってまた吉野に会いに来るからな、またね、もう本当に気性いいそれでは面白いごめんね、うん、面白いでも面白い次回もニコニコアニメチャンネルで待ってます。お相手は大見智恵と南條よしのでした。すようならこの番組はドワンゴの提供でお送りしました。